1992年日本グランプリにて、青木信厚は、群馬県北群馬郡小持村出身のオートバイロードレースライダー。青木三兄弟の長男であり、青木拓馬、青木治む親は弟。子供時代にポケバイを経験して、トップライダーにまで育った、日本人ライダーとしては最古参。1989年史上最年少で、国際永久に特別昇格。 1997年ロードレース世界選手権 GP500 ルーキーオブザイヤー獲得。1998年に鈴木グランプリチームのエースライダーとなる。2010年代以降はレース参戦は散発的となる一方で鈴木がモート GP 用に開発した鈴木 GSX-RR の開発ライダーを務める。1997年には フジテレビ F1 ハンガリー GP 中継のゲスト解説者として出演。畑違いではあるが、レーサーならではの視点から語る解説と面白みのあるキャラが視聴者に好評であった。レース中は終始親友である中野真嗣を気にしていた。ちなみに中野はシューマッハ兄弟とやり合うなど構想を見せ6位入賞した。10代の頃は、 ノックオンファンであることをよく語っていた。大型二輪免許取得のため教習所に通っていたが、教習者が GP マシンとは違い、重くてクイックではないため、かなり苦戦したとのこと。高校は新島学園。あだ名は楽だ。2014年鈴鹿八台に参戦するも、転倒リタイア。同チームのケビン・シュワンツにつなぐことができず、2019年11月離婚。 1988年から1992年までのポイントシステム、1993年からのポイントシステム、ありがとうございます。